ルデンウィークいかがお過ごしでしょうか。新年後初ということで、僕も今日は動画を出していきたいと思っているんですけれども、はい、今回は題名にもある通り、ゴールデンウィーク、早弾き大特集ということで、今日は一つのリック、一つの練習フレーズをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。ゴールデンウィーク多分ね10連休最大10連休っていう人もいるっていうことなので、ギターね、めっちゃ弾いてるギターをめっちゃ弾いてるとか、ギターをめっちゃ練習してるっていう人も中にはいるんじゃないかなと思います。で、今日はですね、紹介していきたいのが、ペンタトニックスケールのフレーズになるんですけれども、僕もレッスンの中で何回か、ペンタトニックスケールっていうものは、よく口に出しております。フレーズで言うとこういうようなフレーズになっております。これもね、多分スケールを最初に勉強するってなった時に、一番最初にやるんじゃないかなっていうふうに言われているフレーズなんですけれども、これのですね、大体はこのボックスポジションやることが多分多いと思うんですけれども、今回はこのボックスではなくこの横に動いていくフレーズということで今回は用意しました。タブ譜の方もですね、下の方に出しておきますので、こちらを参考にしてみてください。じゃあどんなフレーズなのかというと、ペンタトニックスケールのフレーズで1弦だけでいくとこれなんですね。これを2弦とミックスしてこういうフレーズになります。ちょっと早く弾いてみたいと思います。はい、こんなフレーズになっているんですけれども、基本的にはオルタネイトピッキングを守っていただいて、ダウンアップダウンアップ、これをずっと繰り返します。オルタネートピッキングをしっかり守ってほしいですね。今回はあくまで、しっかりと早弾き、に挑戦ということなので、なるべくプリングハンマリングは使わない。これは使わないね。プリングは使わないように、あくまでしっかりピッキングをすること。これです。で、慣れてきたらちょっとスライドを入れてみてほしいんですよね。スライドを入れてみる。そうするとちょっとまたかっこいいフレーズになっていきます。で、ダウンから始めると基本的には、アウトサイドピッキングになります。で、アップから始める練習をしてもいいかもしれないです。アップダウンアップダウン、これはインサイドピッキングになります。ちょうどこの1弦と2弦のこの間をピッキングするようなイメージになるので、インサイドピッキングで、ダウンから始めるとこの1弦と2弦の外をピッキングすることになるので、アウトサイドピッキングというふうに言いますので、ダウンから始めるパターンとアップから始めるパターン、これね2つぜひチャレンジしてみてほしいと思います。こういうようなフレーズにもどんどん発展していくので、ぜひチャレンジしてみてください。これをやることによって右手のこのピッキングの強化、あとは左手のフィンガリングの強化につながってくると思うので、ぜひこのゴールデンウィーク、挑戦してみてほしいかなと思います。ということで、僕からの挑戦状ということで、今回はペンタトニックスケールの横のフレーズということでした。ぜひ練習頑張ってみてもらいたいなと思います。次の動画も楽しみにしていただければと思います。少しでもためになったと思ったら、ぜひ高評価の方、あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。